よし、名残惜しくも出発します。久しぶりインディーチャンプボロ。おはようございます。撮ってるんですか？おはようございます。今日はですね、ホテルでお世話になった馬林さんと一緒に馬券場の石狩の方に向かっております。いや、今日はもうマジ楽しい。もうずっとこのカメラ回る前からずっともうマカ引きの話をして、マカ引きめちゃめちゃ応援しましたねっていう。マカ引きのダービーで人生変わった人がいます。ここにいます。まあまあこれ多分放送するときにマカ引きが多分京都大商店出てると思いますので、ちょっと多分またここ2人は熱くなってる。もう一回復活してくれないかっていう。人生なかなか思い通りいかないじゃないですか。競馬たまに自分の言うこと聞いてくれるみたいな。はい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 。競馬行く前が一番楽しい。確かに確かに。帰りはね、おのおののなんか事情があると思うんであれですけど。駅から競馬場行くまでの足取りの速さ。確かに確かに。なんでこんなちょっとスキップ気味です。この年でスキップかいみたいな。石狩今から行ってきますんで、また帰りね、帰りの絵図がなんかどうなってるか。今はこんな笑顔のお二人ですけど。はい、行ってきます。ありがとうございます。すごい、競輪競馬 JRA オートレース、もう人生終わりですね。じゃあ魔の沼に行ってきます。本日のオフィスが完成しました。サテライト石狩、下が無料席で、こちらが特別観覧席、800円です。こちらは机がついていて、コンセントがあって、地味にコンセントがここから通せるという、なかなかいいデスクになっています。今日は一日ここで馬券勝負をしていきます。もうこのムードでさせてください。確かに花さで100万を逃しました。やばかったですね。周りのおじいちゃんたちがキャンキャン言ってました、ね、本当に。どっちだみたいな。いや3着だろうみたいな。外じゃない、刺した、刺しないよ。3着でしょ。13微妙でしょ。13刺しないような感じ、うん、なんか、ね、残ったような感じ、いや俺には外に見えたわ。味っぽかったけどな。外だと思うよ、3着。あ、そう、100万なんですよ。いや、刺せ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 、ほら、あーダメか。13が良かった。いやいや、これ触れませんね。あ、まあ、あと50レースぐらいあるから。まあ、預けてるだけなんで、そう、一旦 JRA 銀行に今日は預けたね。ちょっと預金させてもらって、だから北海道また行きましょう。楽しいぞ。お疲れ様でした。ありがとうございました。サテライト石狩はかなり快適でしたね。一番驚いたのが、あのおじいちゃんが話しかけてきて、あれみたいな、有名な人ちゃうみたいな、 YouTube みたいな、昨日も見たねみたいな、マジでみたいな。もう70ぐらいのおじいちゃんなんですけど、あの YouTube ってもう今見る時代なんだと思って、すげえと思いましたけど。
はい、おはようございます。今日は愛馬小樽という馬券場に今日は行きたいと思っています。はい、おはようございます。久しぶりのモーニングセブンですよ。いつものモーニングコーヒー、なんかこれ久しぶりだな。最近やってなかった気がするんだ。モーニングキャッシュやばい動画だな、これ。今日で北海道を旅立とうかなというすごい寂しいんですけど、でですね、楽しかったし、まあ、めちゃくちゃ儲かったと。北海道でもらったお金は、まあ、北海道に返そうと、キャッチ&リリースですよ。まあ、外れてもいいやっていう感じでね、キャッチ&リリース馬券を買っていきたいと。キャッチ&リリース馬券って何だ。馬券場に向かいましょう。到着しました。イオンの中にあるっていうのは確かにちょっと便利というか、ついでにいろいろその家族で来て、あのお父さんだけ馬券場に行っちゃうみたいな。子供たちはこういうゲームセンターで遊んだりして、アイバ小樽で馬券買ってきました。ちょっともう鳥肌がねすごいがかかってます。勝負レースはですね、さらに桁が増えてます。良い子は真似しないでください。締めてですね、現在の貨幣価値に計算するとですね、33万円分あります。まあ、今日のね、もう馬券のコンセプトはですね、ありがとう北海道、キャッチリリース馬券。まあ北海道でもらった楽しさっていうのは、まあ北海道でリリースしようと、お返ししようと。まあこれが外れだとしても、まあ北海道のねお金になるんであれば、まあいいかなと。あとはね、この車中で応援していきたいと思います。もうオビチャレは当たったらすごいっていうなんかドキドキ感が味わえるんですけど、外れたらやばいっていうドキドキ感があるんですよ。やばいっすね、もうこれは皆さん、ダメですからね。適度に楽しむ、競技なんで、その身を滅ぼすほど買っちゃダメですからね。一応言っときますけど。いや、マジ緊張するわ。吐く。ご飯は、何にしよっかな。あ、帯広豚丼。うん、豚丼いいね。豚丼にしよう。で、まあ、ご飯もあるんで。ボイルでも3分から5分でいきますんで、ご飯と一緒に湯煎していきたいと思います。残ったお湯がもったいないので、こちらお吸い物にします。昼ご飯はこちら、帯広豚丼、水、お吸い物。じゃあいただきます。ちゃんと炭焼き風になってるわ。よし、じゃあここからはもうお遊びなしで本気の男の勝負始まります。よし、じゃあまずこっからこれです。ジュースもいい。よしよし、あと勝間させ、あー1、2着だったら当たりになったんですけど、まあ1、3着、次は
札幌奥レース、めっちゃでかい3倍から4倍ついてるんで、え、なんでしんがりいんの、いやこれ無理だろ、10万円を失いました。さらに続けて、あ、もう手がおぼつかない、また10万円勝負、よしよしよし、頼む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 、いける、そのまま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 、よっしゃよっしゃなんとか当たった、あ、2倍になりました、さっきのハズレが返ってきました。いやあ、こんな適当なとこ浮いてたら危ないわ。小倉7です、スーパーウーパー、これね6番人気17倍ついてるんで、もうこれだけで単勝当たったら17万円一発、今日逆転でございます。いやこれ、ね、こんな人気ないんだ、豊さん頼むよ。昨日ね、豊さんが花沢で届かなかったので130万ぐらい逃してますから、今日豊さんに返してもらいましょう。そのままそのまま、豊さん豊さん、そのままそのままそのまま、よっしゃ、来ただろ、残っただろ、勝ったかも勝ったかも、単勝1万円買ってるぞこれ、よっしゃ、竹豊神、一生ついていきます、よし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 、そのままよしよし、やったー、マネーメイクスミークレイジークレイジー、刺激が欲しけりゃバカになれよ、あー、なんかいい感じ、前開けば来る、あー詰まってる、よし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 、的中です。今からね、またイオンに戻ってですね、当たった馬券の換金行ってきたいと思います。本日の格闘の結果はですね、こっち側がね、もう全部外れ、当たったのがこっちの4枚で、まあね、競馬はね、やっぱり外れの方がね、圧倒的に多いですから、あの野球とかサッカーと違ってね、1対1の勝負だから勝率がね 50% っていうわけにはいかないので、あの成功と失敗のね、数を比べるんじゃなくて、99回失敗してもね、100回目の成功でその失敗を全部覆せば勝ちなんですよ。確かユニクロの柳井さんがね、99敗1勝っていう、なんか1勝99敗だっけ、なんかまあそんな本出してたと思うんですけど、じゃあね、今からちょっと晴れ戻し行っていきましょう。暗いな、これで火をつけると良いぞ、成金の教科書がありました、ね、キャッチ&リリース馬券術、もう北海道はいい町や、だからもう僕が注いだ愛以上に愛を返してくれました、フェリーターミナルに向かいたいと思います。